ラスマッチ特別試合に位置づけられましたこの一戦、勢を剣託みたい森島杉浦、いずれも力を持つヘビーとジュニアのこのタッグの対戦、特に勢と森島が交わるのは久々です。ああ、剣託がいった、剣託がいった、因縁の森島に剣託がいった。ゴングを待たずして特別試合が始まりました。ジュニアかヘビーか、その論争で因縁のある剣太と森島、剣太がもう立っても立ってもいられずに森島に突っかけていきました。ありがとう、悠々とこの T シャツを脱いでいきます。杉浦です。森島です。ああ、ありがとう、映った。場内では力王と杉浦、リングの中では森島が剣太に裏投げ、強烈な角度で入って、さあ試合は決まってしまうのか、どうだ、際どく返しました。カウント2、特別試合と位置づけられましたセムの5試合目で行われます。さあ決まった、これを食らうともう試合が終わってしまう。力王がカットに入りました。力王健太組対森島杉浦組です。さあ今度は力王を追っていく、森島が力王を追って場外傑作に振るのは力王。これまでセムの4試合が行われました。まあ、デビューしたての4人を中心に若手、そしてジュニアの選手中心で行われていただけに、この森島と力王が入った特別試合、今までとは全く違う雰囲気のこのリング上になっています。苦しいのは健太、真っ先に森島に突っかけていきましたが捕まりました。さあ力王が入ってきます。リング上はワイルド2を組んでいる力王と森島、スーパーヘビーの2人。息を抜く、森島も返す、息を抜いても森島のエルボーも入る。これまでにない重いこの打撃戦です。息をエルボー、捉える森島、体でいった、返す力を、両者倒れません。これも互角、森島も行く、ああ落ちた。ここで力王を倒しました森島武史です。最近では森島米組という GHC のチャンピオンに力王が加わっての3人のタッグというのも多かったノアでの戦いですから、力王と森島というのは非常に久しぶりの対戦です。一方赤コーナー杉浦が入ってきました。背中に何か貼られています。力王のパートナーである健太はまだダメージが大きいか試合に復帰することができません。先ほどまで外で大の字、今ようやくエプロンに手をかけました健太です。その健太のパートナーは力王。杉浦が何か 4.9 のファンクラス出陣を意識したような動きでバックを取りました。そして腕を捉えています。ファンクラスでの戦いが控えている杉浦、このところは総合の練習というのも1日2回行っていると話していました。プロレスとは種類の違う練習でちょっと体重が落ちたかもしれないという話をしていた杉浦ですが、近くで見ますと顔つきが絞れて精悍に、そして肉体も筋肉がご覧のように縮まっています。お腹も見事にむっつり割れている杉浦隆。ロープに振っていく力王、あーもうくるっと1回転力王たけし、その杉浦に重いエルボを打っていきました。あー場外戦、杉浦を場外に落として追っていく力王、ここで場外乱闘になる、鉄柵に振る、あーと背中、その何か張っている、おそらくは痛めている杉浦の背中、鉄柵に打ち付けていきました力王たけしです。GHC ジュニアタッグチャンピオンを抑えていく元 GHC ヘビー級チャンピオン、カウンター2つ。これまでセム4試合が行われました。デビューしたてのルーキー、さらに今まだルーキーといっていい平柳と若い選手も多かった中ですが、この特別試合はいずれも GHC チャンピオン、もしくは元 GHC チャンピオン、肩書きを持っている4人が揃いました。さあジュニアチャンピオンからタッグチャンピオンへ、重い森島が力王に体重をかけていきます。この2人もかつてはライバル関係でした。森島と力王、ライバルであって2人が力を認め合ったこそ結成されたのがワイルド2、 GH タッグのベルトを取っている両者。このところはこの2人に4年を加えまして3人で組むことの多い力王と森島、久しぶりのこの肌を合わせる両者ということになります。首を捉えました森島武史、
ケンタがようやくエプロンサイドに立ちましたが、まだ胸を押さえて苦しそうな表情です。そのケンタと組んでいるのは力雄、一方タッチワークが良くなってきたのは杉浦と森島です。力雄を捉えた、現ジュニアタックチャンピオンに、失礼、現タックチャンピオンに元ジュニアタックチャンピオン、そして元ジュニア1王者、あーっと力雄を持ち上げた、なんと力雄水車落とし、その波外れたパワーを見せました杉浦、カウントアップチャンス、さあ上げるぞと宣言して、なんとリフトアップ、力雄中立リフト、ものすごい力を見せました杉浦隆史、カウント2、試合時間は5分を経過しています。この波外れたパワーがあるからこそ総合に打って出ても結果を残しています。あのジャイアントシューバも下している杉浦隆史、あーっと捉えた、ここはベアハック、さあ力雄はその体勢からプレインバスターに持っていく、背中を落としていきました力雄、さあケンタうなずいて手を出した、試合にようやく戻ってきました、あーしかし森島へ、あくまでケンタの視界には森島しか入っていないのか、そして杉浦の胸元へ、ケンタと杉浦とも因縁があります。ジュニアのベルトをケンタから取ったのは杉浦、今そのベルトはゼロワンに渡っています。ゼロワンマックスの日高、藤田にベルトを取られた杉浦隆、その杉浦にカバーしていってバックを取りましたケンタです。ですから今日リング上のケンタにとっては杉浦、森島、いずれも因縁のある2人が自分の目の前、赤コーナーに立っているということになります。さあがっつりとスリーパーで捉えようというこのケンタです。現ジュニアチャンピオンはケンタ、かつてはそのジュニアのシングルのベルトも巻いていました杉浦隆、その杉浦の脳天に膝を落としていきます。さあケンタと力雄、青コーナータッチがつながりました。さあどうするか、連携を見せるか両者、この両者年齢は違いますが同期です。同期のエルボー、そして力ず森島へ、カバーに入るのは力雄、カウントが入る、2000年デビューのルーキー、同期ということになるケンタと力雄、ただ年齢的に見ますと相撲界も経験のある力雄の方が大きく年上です。力雄33歳、ケンタは25歳、25歳になったばかりのケンタ、メキシコで誕生日を迎えています。首4の字は力雄、しっかりと杉浦を捉えて、あさらに顔面へのパンチ、二重の攻撃をしていこうという力雄です。ケンタも声をかける中、首4の字で締めていく力雄たけし、ロープブレイクになりました。この試合は20分の一本勝負、プロレスリングセム、この特別試合を含めて5試合行われていますが、いずれも20分です。この役者揃いの特別試合が果たして20分で決着がつくかどうか、そのあたりも一つ注目になってきます。足を捉えてここで逆エビ固め、腰を痛めていこうという力雄です。このプロレスリングノアの語源にもなりましたノアという名前、あっと森島カットに入ります。旧約聖書の創世記に出てくる物語です。まあ、人間の行いに腹を立てた神がその人間を滅ぼしてしまおうと大洪水を起こすわけですが、そこで神に認められていたノアだけは唯一事前にそのことを知らされて、箱舟を作って、そして動物たちを入れて助かる、それが我々人類の先祖であるという話が旧約聖書ノアの物語です。あーっとスプレックス、そのノアの物語に出てくるノアの息子がセムです。さあ森島、ここで一気にケンタに行く、鉄柵、あーもうモントリ打って鉄柵を行きますケンタ、さあ場外に行くか、森島 DDT、 固いリファーリ明けの床に DDT、 またもケンタに向かって怒りをぶつけようという森島です。これまでの4試合にない重々しいファイト、荒々しいファイト、あーっとこれも鉄柵へ、女性ファンの悲鳴が上がります。あ、救出に入った力雄、力雄が森島を捉えるが、それも返した森島、今日の森島はもう手がつけられません。試合のゴングを待たずしてその怒りの炎に火をつけたのはケンタ、それを何倍にも返していこうという森島、捕まりましたケンタ、ただそれでも恐れをなさずに何度も行くのがケンタです。杉浦カバーはカウント2、もう一度 3.5 武道館では
小橋を挑発するようにして攻撃を仕掛けていった健太、結果敗れました。健太はその試合を振り返りますと、結果負けたことも悔しいし、あーっと噛んでいる健太が、杉浦噛んでいる、親指を噛んだ健太、あーしかし標的はまたも森島、負けたことも納得いかない、そして何より内容も非常に不満で、とにかく悔しい一戦でしたと小橋戦を振り返りました。まあ、あるいは見ていたファンの9割は、まあ、普通にあれば小橋が勝つ試合と思っていたかもしれません。ただそんな中でも健太は自分の勝利を信じて疑わずにあのマットに立って、結果負けて悔しいと本気でその悔しさを表に出していた健太、いつかはヘビーを超えてやろう、そんな気持ちが前面に出ています。その健太に対して、いやジュニアはあくまでジュニア、初戦ジュニアと言ったのが森島、そこからこの2人の因縁に火がつきました。その因縁の2人がリング上です。ジュニアの体のままヘビーの頂点に立つことができる、そう確信したという健太に対して、その体じゃもう何年経っても無理だと言ったのは森島です。そう言われた健太が、じゃあ森島さんこそその大きな体を持ってヘビーで何をやってるのか、せいぜい上を目指して頑張ってくださいと、そんな捨て台詞も入ったのが健太。それぞれリングの中で外で因縁を作ってきた森島と健太です。今日はその特別試合で因縁の2人が交わっています。カバーは杉浦、カウント中、再三再四その健太と森島が試合の権利を持って、あるいは持たずして、ああまたもここで健太が行きます。もう健太の標的はあくまで森島、ああここも行く、杉浦も後ろにいますがまるっきり視界に入っていません。ああ重いハンマー、このハンマーで 3.5 武道館、三沢を追い込んでいきました。森島、あるいは勝つのではないかというそんな瞬間を何度も武道館で作った森島の攻撃です。残念ながら三沢越えはなりませんでした。しかし試合内容では、あるいは見るものを圧倒させたのは森島の方かもしれません。三沢の鬼のエルボーに最後は沈んだ森島。さあ健太を捉えてショルダースルーは返していく、前方回転エビ固め健太、カウント2。ちょっと健太のダメージが蓄積してきたでしょうか。ヘビーの森島の技を何度も体で受けながら、それでも森島に突っかかっていく健太です。体重差でいうと40キロ以上あります健太と森島、そんな中果敢に挑んで、そしてジュニアのままヘビーの頂点に立とう、そして立てると話しているのが健太です。力雄がその健太の救出に入ろうかどうか身を乗り出しています。ロープをまたいでここで入りましたが、杉浦もよく見ています。試合の権利は森島。さあ再び健太にとって、獲物は目の前ですが厳しい時間になりました。ジュニアチャンピオン健太、重い蹴りが入ります。メキシコ遠征から帰ってきてまだ5日ほどという健太、そしてこの直後には4日後にアメリカ遠征が待っています。世界に羽ばたくという健太、ジュニアのヘビーのその壁も飛び越え、そして国境も飛び越えていこうというまさにプロレス界の頂点をその眼差しにしっかり捉えている健太ですが、その前に羽ばたく健太を立ち塞がっていくのがこの森島です。コブラツイストに捉えました。森島は現 GHC タッグチャンピオン、力を込めていきます。健太を捉える赤コーナー、普段なかなかこの杉浦と森島が2人で組むという試合見ないんですけれども、見事な連携、この辺りは試合巧者の2人と言えるかもしれません。顔面を捉えた杉浦、あーっとここはパワースラムで返した健太、さあ同期のタッチがつながりました。力雄が入ってきます。ショルダータックル、森島にも行く。力雄はこのところ、まあ、米とベルトを持っていることもあって森島さんとは組まないけど、チームを解散したというわけでは決してないと話しています。あーっとここは合掌ひねりから落としていきました。カウントは2です。杉浦のパンクラス出陣ももうあと20日を切っています。おーっと力を返した、力のある杉浦、ラリアットかわしたロープの反動を使って、おーっとタックに入る、しかしそれを受け止めたのは力を、力では返す力を、パワーボムから肩をつけた、カウントが入る、カウントは2です。まだまだカウント2、試合は決まりません。
真新しい紫のマットの上で展開されるプロレスリングの特別試合、ラリアットをこらえて一歩を投げていった。巻き込んで投げてきましたが、張り手は力をもう一発強烈、しかしタックル、これを切りました。これまでにないマットの色、紫、若手にチャンスをあげたい、そして今までにない戦いを見せてほしい、三沢も試合前話しています。あーっと張り手で返す、この重い両者の打撃、足を止めた、優先者の打ち合い、力量が勝るか、ロープ担当使った、しかし森島もこらえる、森島ハンマー、張り手は力量がなくと2回になるリアットありました。試合時間15分、残りはわずかに5分、まだまだ見ていたいこの4人の戦いですが、残り時間わずかに5分、さあ健太が入ってきます。果たして試合は決めるのか、キック打っていく、因縁の森島に思い蹴りは健太、ロープに振る、顔面を捉えました健太、まさに憎き相手が目の前にいます。両者にとって憎いこの相手、健太がエプロンサイドからスワンダイブして飛んでいく、ミサイルキック決まりました。重い森島がこの紫のマットで跳ねました。カウント2つ、遅いレフリー、他団体フリーも大歓迎と話しました。このプロレスリングセムのマット、あるいは今後2回以降は様々な選手が立つかもしれません。その特別試合、両手でハンマーを打ちましたが、健太がさあパースラムいけるか、重い森島こらえた、顔面に蹴り、そして森島を投げるか、フィッシュダウン、これは食らうわけにはいかないでしょう。自らヘビーには壁があると言ったこの森島です。その重いハンマー打っていく、エルボーは健太、ラリアットかわした、ヘビーの壁を越えるか、倒してきました。重たい重たいヘビー選手を倒した健太、自らヘビーを超えることができると宣言しました。健太、それを身をもって森島に分からせなければいけないこの特別試合、一方の森島にとってもジュニアは初戦ジュニアといった手前、その壁の厚さ、重さを健太に思い知らせなければいけません。ラリオットは力を、ああ健太そばと森島を捉えた、残り時間は3分、さあ健太が飛んでいく、青コーナーの上から健太が膝を落とした、さあ森島を捉えた、カバーに入る、杉浦がカットに入りました。まだ動きのいい4人、果たして3分で試合が決まるかどうか、なんとしてもさあ投げることと宣言した、満点下に向かってジュニアがヘビーを投げる瞬間を見せつけようという健太が、森島にフィッシャーマン、森島上がるか、上がるか、捉えた、森島捉えた、上がるかどうか、重い重い森島を投げていってカバーに行った、どうだ、まだまだジュニアがヘビーは凌駕ができません。さあ首をかき切った、ジュニアのライバルの丸藤は田植えを超えました。さあここで因縁の森島からスリーカウントを奪うのか、健太不再建に顔面を捉えました、フィニッシュホールドを出した、これで決まるかどうか、カウント2つです。森島はこのキックでは決まりません。残り時間は2分になりました。場外では激しく力を杉浦もやり合っています。試合の権利はこの2人に委ねられました。さあ健太と森島が試合を決めるか、側頭部へ、右、左、立ち上がる森島、大きな声が森島、左のアーレント、ぶん殴った、そしてバックに回って引っこ抜いて突き刺すようなバックドロップ、健太を紫のマットに突き刺しました。さあ森島もキックのダメージがある。試合時間はもう間もなく1分です。試合は決まるのか、森島も立てない、健太も立てない、青コーナー赤コーナーには力王と杉浦、試合の権利を持つ2人、残り時間が少なくなっている中、どちらが勝利を奪うのか、試合を決めることができるか、残り1分、残り60秒、残り60秒に全てが委ねられました。その声を聞いて蘇生した両者で、さあ残り試合時間がどんどん少なくなってきます。決まるか、試合を決めるか、森島がやっと丸め込んだ、健太が丸め込んだ、カウントが入る、どうだ、カウント2つ、
なんとか返しました。さあ30秒、残りは30秒です。カウントダウンが始まりました。新しいノアの若手を中心とした戦い、プロレスリング戦、その特別試合、ノアの息子が未来の戦いを示すこの特別試合、両者も感情のみで張り合います。残り10秒、足に来ているのは健太君、ああ一人いった。残り10秒、残りは10秒、試合を決めるか、最後のカバーになるか、健太が追いかぶさる、杉浦がカットした。さあもう試合時間もありません、試合時間もありません。ここでゴングが鳴り響きました。第1回大会を迎えたプロレスリングセム特別試合は20分、時間切れ引き分けです。健太と森島両者が因縁の